オークリッチ国立研究所の Y-12 国家安全保障複合施設でウラン濃縮に使用されたアルファカルトロンの模式図ウラン238とウラン235を分離する様子。内側の軌道がウラン235カルトロンはウランの同位体の濃縮装置。カルトロンという名称は開発者のアーネストローレンスが所属していたカリフォルニア大学に由来する。 質量分析法と同じ原理で、ローレンツ力によって、イオン化されたウランの同位体を分離する。マンハッタイ計画の一環として、オークリッチ国立研究所の Y-12 国家安全保障複合施設に設置され、ガンバレル型原子爆弾である、リトルボーイに必要な濃縮ウランを製造した。ウラン原爆開発における最大の難関は、 核分裂の連鎖反応をするウラン235が天然ウラン中にわずか0.7%しか含まれていないので天然ウランの大部分を占めるウラン238から分離しなければならないことである。ウラン235とウラン238は科学的性質は全く同じなので235対238というわずかの質量差を利用して分離しなければならなかった。 当初、遠心分離法が検討されたが、当時は実験室レベルでは、同位体の濃縮には使用されていたものの、高速で回転する軸受けの精度や、遠心力に耐える装置は、不十分で、技術的な解決には、時間がかかると見られ、採用は見送られた。そのため、技術的な問題の解決の見込みのある、電磁濃縮法と、機体拡散法が採用された。天然ウランから、 中間段階まで濃縮するアルファという長さ165メートル、幅95メートルの施設が5台と、それよりやや小さくて中間段階の濃縮から90%まで濃縮するベータと呼ばれた施設が3台設置された。アーネスト・ローレンスにより考案され、質量分析器と同じ原理で、イオン化して軌道に直行した磁場により飛行するイオンに、ローレンツ力が働くことで、 質量の大きいウラン238は遠心力で外側の軌道、軽いウラン235は内側の軌道を通るという現象を利用して分離、濃縮する。カルトロンと名付けられた装置は、重大数メートル、厚さ60センチメートルの四角形の鉄心の周囲を銀線の巻線に電流を流して電磁石にして、その両側に四角な真空のタンクを2台接続して、 イオン化した4塩化ウランのビームを入射して、ウラン235と238を分離させた。使用した4塩化ウランは吸湿性があるため、5酸化にリンで脱水する必要があった。また、製造の過程でホスゲンを含んでいたため、作業者はガスマスクを装着して作業する必要があった。アルファは48台のカルトロンを競馬場のように、 超円形のトラックを一周して二階に並べられ、磁場も電磁石を貫いて一周していて、鉄の重さは4500トンに達した。一階はカルトロンを真空に保つためのポンプが並べられた。ベータは36台のカルトロンを超円形に並べた装置だった。遠心分離に比べて稼働部がなく、電力は大量に必要だが、装置の精度は低くても稼働させることが可能で。 マンハッタン計画時には電磁石に用いる銅は戦略物資として使用が制限されていたのでアメリカ合衆国財務省から13,540トンの銀を借りて建造した。銀線の方が電気抵抗が少ないので消費電力の削減に貢献した。時々、短絡したり真空漏れが発生しても巨大なために探すことが 困難な装置で、なおかつ精密さが要求される装置だった。訓練された2万4000人の作業員が従事して1944年3月に、ウラン235が10%の低濃縮ウランが出荷され、同年の6月には、最初の兵器級の高濃縮ウランが実験用に出荷された。第二次世界大戦終結後、電磁能縮法は放棄された。 このためカルトロンの大半は解体されたが、一部は天然の同位体濃縮のため民間、軍事の各方面で使用され続けた。ありがとうございます。